蝶藤園立花市庭園は、福岡県柳川市にある旧柳川藩主立花家のお屋敷と庭園。江戸時代原文3年に、柳川藩五代藩主、立花正しはじめが、柳川城の南西宮にあたる、当時、お花畑と呼ばれていた、この地に、藩主家の人々が暮らす別邸を築いたことに始まる。明治時代、立花家は、白尺となり、建物や、 庭園も新しく整えられ、明治43年に洋館と和館が並び立つ、新しいスタイルの立花白爵家住宅が完成し、それが現在の立花市庭園の主要建造物を構成している。1978年8月25日に、屋敷地の西半分が小東園として国の名称に指定された。2011年9月21日には、東庭園が、 追加指定されて、屋敷地全域が国の名称となり、指定名称を立花指定園に改めた。大広間と大岩に面した庭園、小峠園は明治期に入って整えられた近代和風庭園である。池を中心に周囲に280本もの松を配した華やかな庭で、池の岩島の配置には当時の伯爵、漢字の意向が強く反映されている。 池の水は柳川城の堀の水を循環させるように作ってあり、生き物が豊富なためか、冬場には野鴨が飛来し、冬の風物詩となっている。地元の人々からお花と呼び親しまれてきた、この地は戦後立花家が経営する料亭旅館となり、現在も大名文化の香りを伝える美しく力強い光景は観光客を魅了している。 隠居した柳川藩主立花ントラが、元禄十年に不審法の田尻これさだに命じて、総面積約七千坪の集計亭という別邸を構えて有域の地とした。その後、会所として利用される。通説では、当地が花畑という地名であったことから、柳川の人々からお花と呼ばれるようになると言われることが多いが、原文三年以前の一時資料に、 お花畑の名は登場しない。藩主、立花ただしはじめの地政中の原文2年に国元での奥として使われていた柳川城二の丸五殿が手狭になったので奥の移転が計画される。は始めが花見や相撲見物に使っていた三の丸の茂安正寺ご茶屋でもやはり手狭だったのでより広いかつてのカントラの別邸が移転地に決定する。 原文3年には、かつてのカントラの別邸に、二の丸座敷を直接移築するなどの不信が加えられ、旧暦7月7日に、藩主子女や女中が二の丸より引っ越し、お花畑と命名された。こうして、お花畑は、柳川藩の国元の奥として、明治時代まで機能するようになる。なお、藩主の国元での居住は、柳川藩本丸御殿で、 藩主は、お花畑と柳川城を行き来していたが、嘉永3年以降は、お花畑に居住しており、事実上柳川藩主家の国元の支度となっている。柳川藩の奥が花畑に移転したこともあり、柳川藩の役職には、花畑路地役や、花畑目付、花畑役人という役職も置かれ、列並所役人長などの柳川藩資料で確認できる。同時に、 反省資料では、花畑と表記されることもあったことがわかる。現在の庭園、建物の大部分は1909年から1910年にかけて、立花家14代当主、立花寛治によって新築された。なお、図節立花記によると、江戸時代は、お花西洋館から、西側は、お花畑に含まれていなかった。戦後、1950年に、 立花家十六代当主、立花和夫が柳川を花として、料亭と旅館の営業を開始した。福岡県柳川市新街町一の一。ありがとうございます。